皆さんこんにちは、ヨヘイです。今回もリベンジ動画です。前回の動画でレゴドッツをアマゾンで買って開けたんですけど、あと1種類出ずで終わってしまいました。ちなみに出てないのはこの顔文字のこれです。もうこれは何としてでも欲しいので、今回もアマゾンで2つ買いました。それとあと追加でこちら、このドッツのブレスレット、ファンキーアニマルズとラブバーズ。まあラブバーズは別名トロピカルバーズって言ってるんですけど、まあどっちでもいいですよね。ちなみにこの2つは動画外で開けます。では今回の動画では3度目のレゴドッツのオイドッツ、これを開けます。では開けましょう。ちなみにもしこの動画で出なかったら諦めます。では一つ目開けます。とりあえず例のごとく白のパーツだけ全部はねます。じゃあこのプレートに後ろからはめます。ちなみに見ていません、ガチです、ガチで見てません。これ全部はめて繊維のでって言って、これはおめくって見ようと思います。じゃあいきます、繊維のよっと。あーねーなー最初の動画言ったんですけど、これ不均一なので結構偏っちゃってるんですよね。一袋目は残念ながら入ってませんでした。いや鬼だわこれ。ちなみにこれ動画撮影してるのが夜中の0時半ぐらいなので、もうちょっと早めに終わりたいと思います。では2袋目開けます。もう出てほしいドッツパーツがいっぱいあるおかげで仕分けえらい大変なんですよね。いきます、繊維のヨット。うわーねええー、なんでこの表情パーツないんだよ。うーわもう、はい、2つ開封してお目当てのこの顔文字パーツは出ませんでした。恐ろしいなレゴドッツ。ちょっと待って、これツイッターでもう3袋買ってコンプリートした人いるんですけど、こんなに当たらないって、なんで。あーいやわかんない。いやまさか3回目で当たらないと、ちょっとこれやばいっすねはい、ということでレゴドッツ3度目のリベンジ失敗しましたいやまさか失敗で終わるとはちょっと思いませんでした。ドッツがあればもうサーチして買います。はい、以上リベンジに失敗したヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ